はい、皆さんこんにちは、ワネルグルフィッシュです。では今回は銀河英雄伝説 4EX ヤンとラップにフォーカスしたプレイ続きをやっていきたいと思います。で、前回アムリッツァで改善を行ったんですが、まあ実質痛み分けという結果になっているので、今回引き続きですね、帝国領侵攻作戦を行っていきたいと思います。で、まあ、前回ヤンとラップの艦隊がね消耗してますので、ヤンとラップの艦隊を一度ハイネセンに戻します。で、ハイネセンにいるルグランジュ、ボロディン、パエッタ、この艦隊にムーアを加えて4個艦隊を、イゼルローンにまずは向かわせます。イゼルローンにムーア、まあ、まずはパエッタ、この辺りを進めておきましょうか。ルグランジュ・ボロディン、ルグランジュ・ボロディンももう一緒に出しちゃいましょう。艦隊駐留でルグランジュとボロディンです。さらにボロディン、ヤンとラップはハイネセンに戻します。で、キャゼルヌが今イゼルローンに到着しましたね。なのでイゼルローンにいる士官としては、まず第8艦隊がいるっていうのが一つありますけど、それ以外だと防衛司令官シェンコップ、さらにアラルコンでキャゼルヌが入りましたね、新しく。で、ユリアンもいるよというのがこのイゼルローンの陣容です。イゼルローンで敵艦隊と遭遇。イゼルローンの敵艦隊は誰だったんだろう。一応駐留艦隊としてアップルトンがいるので大丈夫だろうというふうには思うんですけどね。で、一応今ハイネセンの方に、おっと、全員集合しちゃってるね。ボロディン、ルグランジュとかもさっき配属に失敗したかな。まあいいや。ヤンとラップの艦隊の編成を見直しましょう。攻撃空母がもうないので、ヤンに関してはまず攻撃空母をすべて巡航艦に変えます。で、攻撃空母は1個だけ、こんな感じかな。で、ラップの方もね、ちょっと艦隊を編成し直さなきゃいけないですね。まず頭に並べるのをすべて戦艦に変えちゃいましょう。こんなところでどうかな。これで軍事作戦アムリッツァーに10個艦隊を送る、まあ、送りすぎじゃないっていうのはありますけどね。そうするとティアマトに入っている艦隊ビューコック・ランフ、エルファッシュに入っている艦隊パストーレ・アルサレム、ごめんなさい、それらの艦隊をイゼルローンに向かわせましょう。で、パストーレ・アルサレムも送ります。もうイゼルローンに駐留させるっていうのはイゼルローンに貯めておくっていうことイコールですね。で、パストレ、イゼルローンにパストレ、ビコック、アルサレム、ウランフですね。で、アムリッツァには10個艦隊を送り込むという、まあ、本当に一大決戦をね、ここで行っていきましょう。で、送り込む艦隊はね、ムーア、チュン、ルグランジュ、ボロディン、ヤン、ラップ、パエタ、ロボスと、シュトレ以外の全ての艦隊を投入していく、そういう大きな作戦になっていくかなというふうに思います。では、
送り込んでいく艦隊をもう一度確認しておきましょう。まずハイネセンをクリックして、味方の艦隊、第6艦隊のムーア、第7艦隊のチュン、第11艦隊のルグランジュ、第12艦隊のボロディンで、13、15のヤン・ラップで、16艦隊のパエタで、さらに、宇宙艦隊司令長官のロボスも出しましょう。この陣容でいきます。では軍事作戦から軍事出撃艦隊ですね。まずは第6艦隊ムーア、さらに第7艦隊のチュン、チュンはね統率補助68なんですが、防御が80とそこそこ強いです。で第11艦隊ルグランジュ、ここもね防御80あってそこそこ強いですよね。でさらに12艦隊のボロディン、でボロディンのところにはコナリー少将が入ってます。でヤン・ラップと両艦隊ですね。ここになんていうのかな、シェーンコップの代わりにブルームハルトを入れたので、一つねユリアンを入れる枠が空いているというのはあるので、ユリアンを入れるのも検討しましょう。あとは第8艦隊に入っているフレデリカ・グリーンヒルですね、彼女を入れてもいいかなという気もしますけどね。でラップ、パエット、ラップのところもね優秀な人材を入れてますからね。アムリッツァーにはついにシトレも送り込まれるんだな。イゼルローンに敵艦隊、その敵艦隊は誰だったんだろう、ちょっと気になるので確認していきます。おお、ビコックが大将に昇進です。敵艦隊が誰だったかはちょっとわからないですね。でアムリッツァーの方は一応15艦隊送り込めるように作戦の提案は変えておきます。本当に奥村だけの艦隊を送り込むかどうかは別にしてね。うわ、コーネフがさらに艦隊増やしてきやがった。やるなコーネフ。アムリッツァーにビュコックが先行した形ですね。さあアムリッツァにでは大艦隊が集結です。ちょっとまた音が止まっちゃってますが、ここはねもうちょっと何度かお話してる通り古いゲームなので、ちょっと皆さんには申し訳ないんですが、交換音のみと BGM なしという状態なんですが、このまま進めていきましょう。ラインハルトが出てきているので、ラインハルトをここで完全に壊滅させておきたいな。では艦隊戦見ていきます。実際には帝国領侵攻作戦ではね、ラインハルトの作戦によって帝国領奥深くにまで、同盟軍がね括弧に分散した形で、侵攻してしまって括弧撃破を食らってしまったんですが、今回帝国軍の方もアムリッツァに大軍を展開してきていて、でもちろん我々、同盟の方も同じように大軍を投入しているので、いい戦いにはなりそうかなと思います。ただ、誰だっけ？コーネフ中将かなんかが提案してきて、ビュコックだけアムリッツァに先行した形なので、ご覧の通りビュコックが少しね、士気が下がってきているという状態です。ただそれはケンプも同じなので、どっちが先に、消耗しきるかというところになるかなと思います。
ただ展開している艦隊の、まあ、総兵力数で言えば同盟の方が多いので、ここは一気にね、帝国軍の優秀な提督たちを葬り去る好機と捉えて総攻撃を行っていきます。ここはパエタが奮戦してくれてるな。さらにボロディン、パエタっていうね、この辺りの両帝徳が最初に攻撃を仕掛けてくれるあたり心強い、まあ、ラインハルトはおそらく怪我をしている、負傷している状態ですね。艦隊士気が低すぎるのでラインハルトにしては、まあ、この負傷状態のラインハルトを確実に打ち取っておけば、そしてメルカッツ、さらにはね、ケンプ、この辺りの帝徳たちも葬り去っておけるのであれば葬り去っておきたい。もちろんラインハルトはね、確実にここで排除しておきたいですしね。で今、ヤンとラップは通信妨害を行って敵の、まあ、帝国の惑星の方に忍び寄っているっていう、なんかちょっと微妙な動きをしてくれているので戦いに参加してくれてないんですけども、ヤンとラップに戦闘に参加してもらえればね、もうちょっと楽に展開できるんじゃないかなという期待はあります。リュゴックじいさんの方がちょっと艦隊のダメージ損害が深刻ですね。そしたらまずヤンとラップは遊撃作戦に変えてしっかりと戦闘に参加してもらおう。ムーアもなんかよくわかんない動きしてるんだな。ちょっともう今更ですが、ムーアも次のターンでしっかり戦闘に参加してもらえるように変えていきます。敵の艦隊がいるな。第17艦隊、第15艦隊、ここはロボスたちに任せるしかないな、戦いを。ただここはヤンとラップがね、ご覧の通り戦いに参加してくれるので、戦い自体は早く終わるんじゃないかなと思います。そしたらまずムーアですね。ムーアもう一度遊撃に変えます。で15艦隊ラップ、彼はもうなってるね、遊撃になってるね。でチューンが何をしたいかというと遊撃に変えたい、却下だ。第15艦隊がなんか微妙な動きしてくれてんだよな。ラップ戦闘モードに入ってるけど敵の艦隊ちょっとわからないですが、モールゲンの近くに駐留している敵の艦隊、これにもうすぐぶつかろうかというところですが、ちょっとまだね動きが不明ですね。ではシトレの方は一度激励を入れて、それでこのターンでメルカッツとラインハルト、ケンプを葬り去りましょう。最初衝撃はヤン、
しかもヤンが側面から攻撃してくれるってなるとでかいね。天然カンプだな、モールゲンの近くにいるのは。まだこちらの動きに気づいていないので、ロボスが先制攻撃ですね。ケンプの艦隊意識はもうゼロだからね。これケンプを葬り去る好機ではあるんですが、ちょっとまだ多いので逃げ切られるかもしれない。メルカッツの方は機関部隊がもう数えるほどですね。メルカッツは葬りされるかな。でラップも戦闘に参加したね。よし、ラップとロボスで、連年艦プを葬り去ることは、まあ、できるかな。ロボスがね、ちょっとその艦隊の半分が輸送艦で、確か構成されている微妙な艦隊になってるはずなので、そこだけちょっと残念というか微妙というか、そういう動きになってるはずです。さあメルカッツの艦隊はここで葬りされるかな。すでに機関部隊は破壊したので、メルカッツ艦隊をここで壊滅させることができて、メルカッツを撃ち取れれば、まあ、一人有力なね、提督を帝国軍の方から奪い去ることができると。すでにロイエンタールは亡き者にしてあるので、これに続いてケンプ、メルカッツ、連年艦プ。で、もちろん、ラインハルトも葬りされれば一番いい。ただ、さすがにラインハルト、まあ、もちろん、同盟で言うとヤンもそうなんですけど、艦隊意識が落ちない、落ちない。そこは本当に強いですよね。継戦能力がだからすごく高い。戦っても戦っても、全然敵が引いていかないっていう現象がやっぱり起きてくるのが、対ラインハルトであり、対ヤンでありと。いうところなんですよね。さあ、ボロディンから遊撃に変えたいという話ですが、これは却下しましょう。で、我々の方はというと、まずは突っ込んでいって確実に仕留めにかかる。メルカッツを撃破して、ケンプも撃破する。そこからですね、まあ、ヤンが最初に攻撃してくれるので、まあ、ヤンの方でだいぶ削ってくれるという後ですね。メルカッツの機関部隊さらに撃破で、連年艦プが先か、モールゲンの方の戦いは不甲斐ないな。ラップとロボス2個艦隊で連年艦プを攻撃しているんですが、まあ、ここはさすがよ、連年艦プ。ついにシュトレとラインハルトも直接戦火砲火を交え始めましたというところですね。で、おそらくモールゲンの方は連年艦プとロボス、ラップが、まあ、お互いに削り合う消耗戦になるんじゃないかなというふうに思うので、モールゲンの方で消耗戦を展開している間に、ラインハルト、メルカッツ、ケンプを葬り去りましょう。で、ミッターマイヤーがどっかに潜んでいそうな感じなんですが、ミッターマイヤーが場所が不明ですね。ケンプをなんとかここでも亡き者にしたい。もちろんこのラインハルトもそう。基本的にはまあ10、少なくても7から8、
子艦隊で、作戦行動を行っていきましょう。まあ、原作のような格好撃破されるような形は避ける。あくまでもそれ相応の艦隊数を持って、敵の方に当たるという形を想定しています。ケンプの方も残っている部隊は2部隊、ラインハルトだけになればラインハルトに集中砲火を浴びせられるので、そうすればいくらラインハルトといえども艦隊士気がガクッと落ちてくるはずなので、そこで一気にね、包囲殲滅戦に展開を持っていってラインハルトも撃ち取る。あわよくばキルヒアイスとかも一緒にね、葬り去ることができれば一気に帝国軍の陣営を弱体化させることができるので、一応ね、目論見としてはそういう目論見です。ちょっといくらなんでも艦隊がすごく密集しちゃってるんで、うまーく艦隊運用ができていないところはありますが、ここはひるまず行きます。ケンプの方はもう艦隊士気がゼロのまま動きようがない状態になってるね。ラインハルトも、まあ、必然的に敵の艦隊数が減ってきてる、部隊数が減ってきて、ラインハルトが攻撃を受ける回数が増えているので、ラインハルトの艦隊士気もだいぶ落ちてきてますね。一方ヤンたちの方はというと艦隊士気91で、まあ、部隊数が多い分ね、ヤンが攻撃を受ける回数も少ないがゆえに、ここまで帝国に比べて、同盟の方が艦隊士気が高い状態を維持しています。でそれはモールゲンの方も同じですね。まあ、ラップもね、ここはヤンに追いつけ追い越す、まあ、そういうチャンスではありますからね、しっかり功績を稼いでもらいましょう。まあ、ヤンとラップにフォーカスした戦いをしていると言いつつ、結局自分シトレもね、こう出しゃばっちゃってる感じにはなってますけど、もともとの作戦ではこのアムリッツァーにはシトレは出さない予定だったんですが、誰だったっけ、もうちょっと忘れちゃいましたけど、誰だったかがね、出撃艦隊に変更を加えて、シトレも送り込むという内容に変えてきちゃいましたからね。じゃあそのシトレの攻撃、ラインハルトに向けて攻撃を行っています。まあ、ラインハルトもね、攻撃力防御力ともに高いですからね。さあケンプの方はというと、そろそろ終わりが見えてきたかな。ラインハルトの方も前衛駆逐艦部隊に削り始めてます。駆逐艦にはやっぱり破壊力が効いてきますね、数ので。戦艦とかになってくるとやっぱり硬いんで、位置取りを重視していきたいなっていう感じはするんですけど、ラップのどうだろう、士気の減り方がやっぱりヤンに比べると大きいかな。まあ、ヤンがね、それはもうこの登場してくるキャラクターの中で1、2を争う能力を持ってるので、まあ、ヤンと比べること自体どうなんだいというのはもちろんあるんですけどね。ちょっとキルヘアイスの能力見てないですけど、おそらく帝国ではラインハルト、キルヘアイスが1、2を争う形、総合力で。で同盟の方ではもちろんヤンだと思うんですけど、まあ、ヤンの方はね、機動力とかではやっぱりちょっと弱い部分はありますけど、そこはやっぱりフィッシャーとかがね補って、艦隊としての総合力が相当高い位置に保たれる、そういう状態になってるんじゃないかなと思います。ユコックもしっかり持ちこたえてるね。序盤1個艦隊で帝国軍を持ちこたえていた部分があったと思うんですけど、そしたらこれラインハルト逃げられないようにしっかりラインハルトを追っていきましょう。まあ、ヤンももうラインハルトに攻撃を集中する形になってきてます。でケンプの方はもう艦隊としての手はなしていないので、
ラインハルトをここで確実に葬り去りたい。これで危険区間帯壊滅です。結構敵も味方もそうなんですけど、前衛に駆逐艦持ってきてるケースというのが目立ちますね。駆逐艦はね、敵の攻撃にやっぱり脆弱なんで減りが激しいなっていうのがあるんですけど、まあ、シュトレは出しゃばらないと言いつつ、シュトレの幕僚たちはね、出世したいですからね、まあ、したい、させたいというところがあるので、もう戦場にいる以上は全軍の指揮官であり、一個艦隊の指揮官でありというところで、しっかりラインハルト撃破に向けて艦隊運動を行っていきます。瞬間隊が遊撃に変えたいと言ってきているので、まあ、一度ここは遊撃を強化しましょう。却下ばっかだとね、嫌気がさしちゃうと思うので、逃がすなよ。ラインハルトを逃がすな。艦隊士気が低い今こそ確実にラインハルトを葬り去る好機。さあ、残りラインハルトはもう直縁部隊だけになってる。葬り去る絶好のチャンスなので、ここはスパルタニアも出して一気にラインハルトを壊滅させたい。もうラインハルトのね、直縁だけになってますからね。ヤンが仕留めるのか、ラインハルト。このまま行くとヤンが仕留めそう。いや、シトレだ。シトレが仕留めたスパルタニアンで、これで連年艦譜の方に、まあ艦隊もね救援として送れるので、ロボスとラップも楽になるんじゃないかなと思います。ではそれぞれ、今ラインハルトの艦隊と戦った部隊をね、3つに分けましょう。まあ、ここで艦隊を分散するのかという話はあるんですが、まあ、1つはね、今攻めているラインハルトと戦った惑星の上空で占領を行う部隊で、もう1つが連年艦譜と戦っているロボス、ラップを救援する部隊で、もう1つがね、ミッターマイヤーがどっかに隠れていると思うので、そのミッターマイヤーをね、撃破する部隊と分けていきましょう。で、今シャムシードの方にはクブルスリーが入っている。クブルスリーはアムリッツァーに向かっている最中ですね。で、ボレビトの方にはルフェーブルが入っているという状態です。さあ、アムリッツァーの方はこれでいいかな。行きましょう。おっと、ラップがあさっての方向を向いてる。こういうのあるあるなんですよね。再開した時になんか変な方向いて始まっちゃってるっていう。まあちょっとこれは痛いは痛いですけど、まあ、体勢に影響はないと思います。で、惑星クラインゲルトの方は、まあ、時期にというかもう終わりましたね。占領が完了しました。なので
クラインゲルトが終わったので、シュトレと、その他クラインゲルトを占領としていた部隊を分けていきましょう。まあ、半々でいいかなとは思うんですが、まあ、どちらかというと、やっぱり、モールゲンよりも、ドベルグの方が、おそらく敵の艦隊が多いんじゃないかなと思うので、というか、ミッターマイヤーが潜んでいる可能性があるので、ドベルグの方を厚めにします。連年艦風と相対しているロボス、ラップ、両艦隊なんですが、まあ、連年艦風の、ね、消耗戦を繰り広げて、連年艦風を足止めしている間に、味方の救援増援を待って、連年艦風も葬り去りましょう。ラインハルト、ケンプ、メルカッツと、まあ、その幕僚たちをどこまで葬り去ることができたかですね。パエッタがどうしたいと言ってきたの？パエッタが遊撃したいと。ダメだ。で、全く全然関係ない話一つさせてもらうと、今このチャンネル、まあ、実況パワールゲームチャンネルっていうので、まあ、ツイッターでね、ミカミックスと僕がそれぞれやってると思うんですけど、それとは別に実はもう一個、まあ、ミカミックスは全然関係ないチャンネルなんですけど、運営をしていまして、そちらでツイッターもやってるんですけど、最近ね、そっちのツイッターへの、まあいわゆる嫌がらせ行為が結構ね、多くて困ってるんですよね。まあ、嫌がらせしてくるアカウントに対して、こうブロックすると、きっと、まあ、ステアカみたいなのを作って、またやいのやいのと言ってくるんじゃないかなと思うので、ブロックすることもできないし、まあ、かといってね、放置しておくのもどうだし、なんかいい手はないかなと思ってるんですけど、これがインスタグラムだと、コメントだけブロックアウトできると。しかもそのコメント自体は、そのブロックされた側は投稿ができているように見えて、ただ自分はもちろん他のフォローしてくれてる人たちにも、そのブロックアウトした人からのコメントは見えないようになってるっていう素晴らしい機能がついてるんですけど、ツイッターにはね、残念ながらそういう機能がなくて、ちょっと困ってるんですよね。なんとかしてくれないかなという思いなんですけど、そこがね、ちょっと本当に残念なんですよね。だからもう、わけのわかんない誹謗中傷のコメントが、ツイッターの方にバーって寄せられてくるんで、ちょっとツイッターの方どうしようかなっていう感じ。おっと、ミッターマイヤーいたね。ミッターマイヤーの艦隊士気も下がっている？ちょっと理由はわからないけど、ビューコックがまたこれちょっと艦隊ダメージ受けてる中先行したんで、少しダメージ受けてますね。ただ、後続の艦隊送ってるので、問題はないかなと思います。シュトレもね、こっちの方に送っておいて正解でしたね。因縁のヤンとレンネン。まあ、ここもヤンが到着しているので、レンネン艦と撃破できるのは時間の問題かなと思います。でね、ほんとツイッターの方困ってるんですよね。ツイッターの方ブロックするときっとね、そのブロックされた、まあ、ただでさえ、こう、粘着質に嫌がらせを受けている中、嫌がらせが多分エスカレートするんじゃないかなと思うんですよね、ブロックすることによって。まあ、ミュートにはもうしてあるんですけど、ミュートにしても他の、フォロワーの人たちは見えちゃうんで、で、ちなみにそっちの方のチャンネルはですね、まあ、チャンネル登録者数がまあ、約10万。ツイッターのフォロワー数も2万人いる方の運営なんで、まあ、ちょっと簡単にやめるわけにもいかなくて、本当に困ってるんですよね。どうしたもんかなと思って。本当にね、そういう迷惑行為、やめてほしいですよね。何を目的としてるんですっていう感じなんですよ。
くもって意味がわからない。いや、ここミッターマイヤーがやっぱり早いね。でビューコックが一番前に出ちゃってるっていうのはあんまりよろしくない。おっと、シトレの方にも攻撃をし、ついに仕掛けてきたな、ミッターマイヤー。駆逐艦が多いので、ミッターマイヤーに関しては横に回り込んで駆逐艦をね、撃破して、巡航艦、はじめ、残りの部隊を撃破していくっていうのが一番、手っ取り早そうですね。連年艦部の方はもう終わりだな。艦隊士気がもうゼロになろうかという状況です。まあ、できれば連年艦部もね葬り去りたいところなんですが、今戦闘に参加しているのがヤンとロックスで、ラップが一回どっかに飛んでっちゃったんで、ちょっと間に合わないかなという懸念ですね。ムーアもただ連年艦部とだいぶ接近してきてるね。これだと次のターンまで連年艦部がいてくれれば葬り去ることができるかもしれない。で、三田麻也に対しても、各艦隊肉薄しつつあるので、まあ撃破できるのは時間の問題ですかね。ちょっとビュコックだけが先に三田麻也にやられないかどうかちょっと心配です。ちなみにロイエンタールは死んで大将になっていたので、少将の時に散ってったんですね、きっと。2階級特進して、少将から中将、大将と昇進して、まあ、死んでいるという状態なので、まあ、そういう意味で言うと、ロイエンタールは少将の、まあ、かなり早い段階でだから、抹殺できたということになるんだと思います。で、一方、ミッターマイヤーはもうすでに中将に昇進しているので、ミッターマイヤーが今死ぬと、おそらく上級大将に、なって死んでるんじゃないかなと思いますね。連年艦部もおそらく中将だと思います。で、剣部も艦隊の数、部隊数見る限りだとおそらく中将。ちなみに同盟軍の方は基本的に、一個艦隊を逃走する艦隊の司令官は中将がその任に当たると。まあ、もちろんロボスとかね、まあ、ここでは実際には原作では艦隊を持っていなかったシトレなんかは、まあ、元帥とかもいますが、統合作戦本部次長だった、例えばグリーンヒル大将は、まあ、今言った通り大将だったしっていうところですかね。ミッターマイヤーも葬り去ることができれば本当に大きいんだけどな。連年艦部は時間の問題だと思うんですが、あとは、味方の打撃力がどこまで残っているか。すでに連年艦部の艦隊は3つの部隊で、まあ、それぞれ500前後と、まあ、機関部隊はもう少し多いかなというところですかね。これもだからロボスが横から連年艦部を打ち尽くしてくれればなんとかなるかなというところですね。数が多いのは安心ですけど、密集し合うと艦隊の運動っていう意味で言うとね、ちょっと身動きが取りづらくなってしまっていて、まあ、得意の側面に回り込む動きとかっていうのがちょっとしづらい状況っていうのが今生まれてしまってます。どの艦隊が今何してるんだ。なんか一個わけのわかんないことしてるやつがいるな。ちょっと確認しよう。こいつは誰だ。おい、ラップ。お前何してんだよ。いや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 、ラップさん。
ここはさ、しっかり功績値を稼ぐ絶好のチャンスだったのに。ラップは急いでちょっと戦線に戻しましょう。で、連年完封はヤンが打ち取るか。打ち取ったね。で、次の攻撃がミッターマイヤーか。ちょっとシュトレがあさっての方向を向いてるので、シュトレに攻撃されると被害が出そうですが、今のところシュトレに攻撃はしてきている様子はないですね。まあさすがミッターマイヤーだね。ここは攻撃力がやっぱり高い。でも今回ね、だいぶ艦隊動員してるので、同盟の方にね、余剰の戦力っていうのはあまりないので、できればね、進めるところまでは進んでおきたいかなという思いです。ミッターマイヤーももうここで葬り去っとかないと、ミッターマイヤーの防御力が多分上がっちゃうんじゃないかなっていう感じがちょっとしますよね。で、ラップは、いやーモールゲンの攻略ちゃんとやってよって言いたいけどな。ヤンの進言も却下して、このままミッターマイヤー艦隊を撃つ。これでミッターマイヤーの側面に回り込めると思うので、シトレがダメージソースになるはずです。さあではね、敵の艦隊は退けましたので、ここからは占領していきましょう。イゼルローンで敵艦隊、イゼルローンにわざわざ敵艦隊来るかな。今敵の艦隊、敵艦はオフレッサーが来るのか。変なタイミングで来るね、オフレッサーも。では、このまま軍事作戦の方ですが、アームリッツァーの方に艦隊をさらに派遣していきましょう。アムリッツァーの方には、そうだな、今イゼルローンまで来ているのがパストーレ、まあ、この辺も全部ね、今駐留中というところだと思うので、4、8、9、10の艦隊を出しましょう。4パストーレ、8アップルドン、9アルサレム、10ウランフと。このあたりはね、新しくイゼルローンに駐留させている艦隊たちですね。これでアムリツアーを取ります。まあ、おそらくね、敵の艦隊はもういないんじゃないかなと思うので、しっかり確実に、そしてサクッと取っていきます。敵の艦隊がいる？まだ。惑星は全部取りましたからね。あとは敵の艦隊がどっかに現れない限りは勝利は確実。まあ、索敵もその必要はないでしょう。
現れるとしたらね、この辺にいきなりひょんと現れる可能性はあると思うんですけど。何？現れたな。ミッターマイヤー。何？ミッターマイヤーがロボスの方に行ったのか。しかも艦隊式は94と完全に回復している。これはちょっと想定してない位置にミッターマイヤー艦隊が再びいましたね。ここにいるか、ミッターマイヤー。急いで急行しましょう。まあ、ミッターマイヤーの艦隊を撃破できれば、まあ、それで十分ですからね。では各艦隊、ミッターマイヤー迎撃のために惑星クラインゲルト方面へと転進します。これは全艦隊に撃破していきましょう。そして確実にミッターマイヤーを葬り去る。まあゲームとしてこのやり方が面白いのかと言われるとどうなんだいっていうご意見もあると思うんですけども、やっぱりね、やるからには攻略したいので確実に帝国軍の優秀な提督たちを一人一人倒していきましょう。では先んじてラインハルトの後ろへとシュトレ艦隊を回り込ませます。まあ、この間にロボスが壊滅するリスクはあると思うんですけど、もうしょうがないので、ね、ミッターマイヤーがまさかあそこに出戻りでいるとはちょっと思わなかった、まさかなので、まあさすが帝国軍ミッターマイヤーというところですかね。さあではミッターマイヤーとロボスが戦っている戦場に、シュトレ到着していて、後続の艦隊も続々到着予定なので、ここからね、ロボスの救援に入ってい、きたいと思います。ロボスの方もちょっと艦隊の、ね、編成見直してあげた方がいいんじゃないかなっていう、気がやっぱりちょっとしますよね。輸送艦の数が多すぎる。今回は味方がね大艦隊ということもあって救援もしっかり送れるのでいいんですけども、ロボスだけでここを踏みこたえなきゃいけない、持ちこたえなきゃいけない、そういう時が来た時にちょっと苦しいんですよね。さあ各艦隊はみんなちょっと怪しい動きをしているので、もう一度ちょっと面倒ですがクラインゲルト方面にしっかり向かうように改めて指示を飛ばしておきます。みんなね、おのおの好き勝手なことをし始めるので放っておくと。ここの戦場の最高指揮官は統合作戦本部長である俺だというのをね、しっかり見せていきましょう。で、なんといってもね、ロボスを守るということよりも、ミッターマイヤーを葬り去るという、もう、すっごく大事なミッションが待ってるので、そのために指令を出していきます。で、ロボスは完全に、ミッターマイヤーの背後へと回り込んでいきましょう。ちょっとミッターマイヤーの動きが不審だぞ。これミッターマイヤー逃げの体勢に入ってるかもしれない。これはでも味方の艦隊がミッターマイヤーの逃走経路上、逃走する航路上に入ってくれているんじゃないかなと思うので、ミッターマイヤー逃さず撃ち取れる好機かもしれませんね。
よし、完全に後ろを取ったね。で、味方の艦隊が到着しました。これはもう一方的なタコ殴りですね。こんだけ殴られてミッターマイヤーを生きて返したらミッターマイヤーの防御力がえらいことになるんじゃないかなと思うので、そういう意味でも確実に葬り去りたいな。さあ、ではとどめを刺していきましょう。ミッターマイヤー艦隊にとどめを刺します。これでどうなんだろう、このアムリッツァーの海戦でラインハルド、メルカッツ、ケンプ、レンネンカンプ、そしてミッターマイヤーと、帝国軍5つの艦隊、5個艦隊を撃破したということになって、あとはどんだけ、帝国軍のね優秀な士官、まあ、特に艦隊司令官レベルの人材を撃破できているかということになろうかと思います。ただまだ戦いが終わらないんだな。謎なのがまだ敵の艦隊が潜んでいる可能性があるということなのかな。まあみんなのね意見愚心はじゃあここは飲んで、ちょっと敵の艦隊の動きがあるのであれば見ていきましょう。いるな、オフレッサーがいる。これオフレッサーはイゼルローンから撤退する途中だな。こうやって見てみると、でもロボスもなんかカスなイメージがありましたけど、しっかり戦力を残して戦ってますね。崩れるなっていう感じはないですもんね。よし、これでオフレッサー艦隊も完全に壊滅させましたね。みんな能力がちょっとずつ上がって、ラップが統率75まで上がりました。では肝心の帝国軍の方の損害状況見ていきましょう。人的資源の損害状況ですね。まずキルヒアイスを葬り去りましたね。新しくキルヒアイス、統率98、攻撃90、防御88、陸戦83、このキルヒアイスを葬り去った。あとシュナイダーも葬り去りましたね。あとはおーラインハルト葬り去ったな。 OK だ。まあ、目的としていたラインハルト、キルヒアイス、この辺りを葬り去ることができましたね。ちょっとその他はね、オフレッサーだったりクナップシャイン、この辺りは生きていますね。メルカッツもミッターマイヤーも生きている。正常か、しかも何者なんだあの状態で、正常な状態で生きているっていうのは。まあラインアルトをね葬り去ることができたということで、一番の目標は達成できました。ただまだね帝国軍の艦隊こんだけ残ってますからね、しかも再建してくるでしょうという状況もありますので、まずはそうだな、このシャンタウあたりまで進めていければいいかなというふうに思っています。では今回はここまでにさせていただいて、次回ですねまたこの帝国領侵攻作戦続きをやっていきたいとそのように思います。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が
面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。